1932年の池上6から8丁目付近図。池上競馬場は1910年に廃止されたが、1932年になっても池上競馬場の痕跡が地図上にも残っている。鉄道の線路や駅の位置は現在の東急池上線や東急玉川線と同じなので、池上競馬場の位置と大きさが確認できる。この地図に残っているのは、 競馬場のコースの内堀である。池上競馬場は、1906年から1910年まで、東京府江原郡池上村の南方に存在した一周一マイルの競馬場。設置、運営者は、東京競馬会。池上競馬場は、東京、池上に、明治時代末期の1906年から1910年までの5年間だけ、開催。池上競馬場の位置は、 現在の大田区池上六から八丁目あたりになる。池上競馬場では、日本人の手による初めての馬券が発売され、日本競馬の新しい時代である、馬券目標時代を切り開いた、競馬場である。所有者並びに運営者は、東京競馬会であった。東京競馬会は、加納久木と補佐役の安台財門が中心となって1906年に、設立され、池上競馬場は、 政府と陸軍の支援を受けて会場した。政府は、皇族の競馬場の模範たるべく、また、賭博の弊害を生まぬよう、さらに、池上競馬場を上品な競馬場にすべく、観客は、紳士、淑女に限るとし、入場料を高額にさせ、東京競馬会は、池上競馬場に、玉座や高級料理店などを設置した。競馬は毎年春と秋の2シーズンに各4日間、1日に、 9から12レースほどが行われた。競争場は雑誌か、馬種を特定できない、内国サンバとサラブレッド系が、中心の公衆サンバが主体で、機種は東京競馬会が免許を発行した機種で主に日本人が務めた。池上競馬場以外の競馬場所属場も出場し、一般レースの他に初期には、軍馬と軍人によるレースも行われている。池上競馬場は大盛況で、 東京競馬会は公収益を上げたが、池上競馬場の盛況を見て、日本各地に競馬場が乱立して、混乱を招いた。1908年に馬券は再禁止され、馬券の売上収入がなくなった。日本の競馬は政府の補助金によって運営される、補助金競馬時代に移り、1910年、東京競馬会を含む東京周辺の競馬4団体が合同して、 メグロ競馬場に集合し、池上競馬場は廃止された。明治初期の日本では、横浜の外国人居留地で盛んに競馬が行われ、神戸外国人居留地でも競馬は行われていた。また、日本人の手による競馬も、東京の小魂車競馬やみた、富山、上野のほか札幌、函館、鹿児島など地方でも行われていた。特に1884年に開設された。 上野忍のバズ競馬は国家的祭典とも屋外の6名館とも位置づけられるものであった。しかし当時の日本では馬券は非合法で売ることはできず経営難のために1892年に上野忍のバズ競馬は閉鎖された。上野に限らず日本人による競馬場は厳しい経営状況であった。東京では 競馬場は1898年までにすべて閉鎖され、地方でも函館、札幌などで有志の努力によって細々と競馬が行われていただけだった。1906年までの日本の競馬では、横浜競馬場でのみ馬券は発売されていたが、それは1899年までは違い券によって、それ以降も既得権益と外交上の配慮によって、 馬券発売が目標されていたことによる。ちなみに、横浜競馬を主催する日本レースクラブの会長はイギリス大使の兼任で、日本レースクラブの主力はイギリス人であったため、当時世界最強国だったイギリスの感情を損ねることや、1902年に結ばれた日英同盟に影響を及ぼすことを政府は恐れた。横浜競馬場以外の日本の競馬がすべて、 経営難に陥り、東京では、競馬が全滅したのと比較して、経営も安定し順調に開催を続ける、横浜競馬場の事例を見れば、競馬の開催、維持に馬券発売による利益確保が必須であることは、誰の目にも明らかになっていた。自動車が本格的に普及するまでの軍隊では、騎兵、大砲引く間、視聴者引く間と、馬は重要な戦力だったが、 日清戦争、義和団の乱、日露戦争と日本軍が大陸に進出するたびに日本馬の体格の貧弱さと気質の荒さが露呈した。諸外国の軍人からは日本軍は馬のようなものに乗っている。日本軍の馬は家畜ではなく野獣であるなどと馬鹿にされ、日本軍自身も日本馬の質の低さに頭を抱えた。特に日本にとっての対戦である。 日露戦争で日本の馬の劣悪さは国運さえ揺るがしかねないものと認識された。日露戦争中の1904年4月、明治天皇は書館に馬筆の改良を命じた。すぐさま馬政を統括する馬政局の設置計画が進み、馬政の諸計画がなされ、1906年6月には馬政局は設置され、馬政30年計画が推し進められた。 その過程で競馬が注目される。良質な養種場と繁殖品場を輸入し、両馬を量産する動機づけには、群馬の需要だけでは足りなかったのである。良い馬を量産するには、馬産農家の意欲が必要。馬産農家に意欲を出させるには、両馬の価格を上げ馬産でも儲かることが必要。両馬の価格を上げるには高く買うものが必要。両馬を高く買えるものを作るのは、 馬券発売を伴い利益が望める競馬が最適という論理である。実際に当時の馬産茶青森、岩手、宮城での馬の平均価格は、池上競馬以前の1905年には1頭が35から42円だったのに対し、馬券目標時代の最盛期の明治41年には60から78円に上昇し、 馬券最近死後の補助金競馬時代の1909年には39から70円になっている。農商務省、陸軍、区内省を中心に馬券発売許可への意識が醸成されていく。1905年秋には馬券目標の方針は内定していたと言われている。その背景には横浜競馬場ですでに馬券が目標されていた前例も影響している。 馬筆の改良を命じた、明治天皇の馬政直上を、錦のお旗に、農商務省、陸軍、区内省は、馬券発売を伴う競馬の開催に突き進むが、馬券の賭博制を問題にする司法、内務省はそれに抵抗した。東京競馬会の馬券発売に対して、目標の現地を与える1905年12月の、競馬掛け事に関する農商務、陸軍、 内務、司法4大臣合議所に、内務、司法領事官が注文をつける。それは、競馬に関するすべての賭博行為は、目標することは得ざるは、もちろんなれど、単に馬質の速度力量技能その他に関する知識の優劣を争うため、その確保手段として、多少の金銭等を落とするごときは、刑法にいわゆる、掛け際口の行為にあらざるものと信ぜらるるをもって、 その種を内達すること差し支えなしという不戦として反映された。それはつまり、馬券は馬筆改良の目的のために、馬筆鑑定技術工場の手段として認めるのであって、馬券が節度を超えて、賭博行為となったら、いつでも馬券を再禁止できるというレトリックを盛り込んだのである。実際、発売された馬券は甚だしく賭博性を発揮し、わずか2年余りで、 馬券は再禁止されてしまった。馬券を売りたい勢力と、賭博を何が何でも禁止したい勢力の微妙な折り合いの上に、馬券は公認ではなく目許されることになった。また、横浜競馬場を馬券目標の前例とした、馬券推進側に対して、司法側は、過去の不平等条約、違い方権の好ましくない残滓である、横浜競馬場の特別扱いも、 他の競馬を同格にすることで特別扱いでは、なくなるとの思惑も絡んでいたと考えられている。実際に1908年の馬券の最近史は、横浜競馬場も含まれ、横浜競馬場は、不平等条約、違い奉権以来の既得権益を失った。加納久木農商務省、陸軍、区内省を中心に醸成された、馬券発売目標の雰囲気の中で、試者、 加納オヒがそれを実現させ、加納と陸軍から派遣されてきた安田伊門らを中心に池上競馬場が会場された。安田は後に日本競馬界の父と呼ばれる存在になり、現在も東京競馬場で行われる重賞競争安田記念にその名を残している。加納オヒは元カ佐一宮藩主で全国農事会会長や、かつて競馬が盛んで馬産地だった。 鹿児島の知事を経験していた。加能は、鹿児島県知事時代に、鹿児島競馬を盛り上げ、鹿児島県の馬さんを進行させた実績を持つ。その経験から、加能は、馬筆の改良には、競馬が最善の手段であるとの信念を持っていた。信念に基づき加能はすでに1904年頃から、東京での競馬開催を政府に熱心に働きかけている。加能は最初は、 馬匹改良の趣旨に賛同する会員から一人500円ずつ、会費を集めて、競馬を催す計画だったが、当時の500円は大金であったため、馬匹改良の趣旨に賛同するものでさえ出資には、躊躇した。そのため、加納は、馬券発売を願いで、会員からは、利益が出たら、配当するということで、一口500円の出資を募り、競馬場の解説費を集めた。 日露戦争を機に高まった馬匹改良の声を受け、また政府内でも馬券目標の雰囲気が高まる中で、可能が計画する東京競馬会は政府から内意を受けた。内意は政府は掛け金を目標する方針であることと、全国に8カ所の競馬場を設置する計画で、東京に置く競馬場はその模範たるべし、そのためには多少の金銭援助も行うとのことであった。 この内位は1905年12月である。この内位を東京競馬会が受けたのは、可能の熱意の賜物であるとされている。可能は、競馬上地を東京からほど近く、当時競馬が盛んだった横浜からも通える池上に、決め、競馬運営団体名を東京競馬会と定めた。競馬の開催を1906年2月公表し、政府は、同年4月これを許可する。 池上競馬場を運営する東京競馬会の設立主意書では、発起人は、加納久木、賛同者は、元陸軍中将で男爵の大倉平蔵、外務大臣等を歴任し、東京競馬会の設立直前には、大倉大臣だった、ソネア介、明治天皇の自重で罵声に大きく関わった、藤波ことただ、農商務省農務局長だった、佐コツ明。 初大臣を歴任し、東京競馬会の設立直前には、農商務大臣を務め後に総理大臣になる、清浦敬語となっており、東京競馬会は、陸軍、農商務省、宮内省ら政府の支援のもとに設立されたことが、伺える。東京競馬会会長にはそのまま可能が就任し、他の理事は、東京府知事、尾崎幸雄、安田座右衛門、松平片春、木村里恵門、 森健吾、千下高富、石井仙太郎、山形雄三郎や S.I. ザックスなど、日本レースクラブの外国人たちが務めた。可能を、陸軍から派遣された安田が補佐市競馬場建設は、進んでいく。コースの設計やルール、馬券規則、競馬番組の作成、施設の維持管理などは先行する横浜競馬場に、習った。 池上競馬場に続く日本の競馬場も多くは横浜を模範としたので、現在も中央競馬には横浜競馬場と同じく右回りの競馬場が多い。ことに池上競馬場は横浜競馬場の影響を強く受けている。池上の競馬場予定地一帯では池上本門寺が大地主であった。このためカノーラは池上本門寺と交渉し、 競馬場予定地一帯を一端部あたり一国の借地料で30年の借用契約を結び、また、池上本門寺以外の地主や農家の中で土地の借用に応じない者に対しては、本門寺から交渉させて、これを買収した。しかし後日、池上本門寺の土地として、東京競馬会が借り受けた土地の中に、個人所有地が未買収のまま残っていることが発覚し、トラブルになりかけている。 このことは1910年、東京競馬会が池上を引き払って、目黒に統一される一員ともなっている。池上本門寺前から競馬場までは専用道路を設け、また大森から池上本門寺前までの道路は東京府が改修している。また、1905年までの日本では、横浜競馬場以外では、函館や馬産地などで、 細々との競馬が行われていただけなので競争馬の数が少なかった。また政府が馬券発売を伴った競馬場新設を認めたのは馬筆改良と馬産奨励のためである。このため競馬場を運営する競馬会は毎年一定数のくじ引き新馬の購入が義務とされた。 池上競馬場を運営する東京競馬会は1906年秋に17,249円で、新馬を41頭購入したのをはじめ、毎期新馬を購入し、くじ引きで会員に配布している。会員に販売する際、内国産馬では抽選馬購入代金の3割を、東京競馬会が補助し会員が馬を購入しやすくしている。東京競馬会では、 池上競馬場の発足前に競争に慣れた自前の馬を揃えようとした。大江によれば、東京競馬会では池上競馬場発足前に52頭の馬を持ち、1906年11月の日本レースクラブの横浜競馬場秋場所に多数の馬を出場させている。日本レースクラブの方でも池上会場へのご祝儀として横浜競馬場のレースとして、 東京競馬場抽選内国馬競争番組などを行っていた。いわば東京競馬会は池上競馬の予行演習を横浜競馬場で行い、日本レースクラブも積極的に協力したのである。その後も日本レースクラブは池上競馬場運営にもろもろの協力をしている。その後東京競馬会は日本レースクラブのレースに賞金を寄付している。 東京競馬会抽選場購入数は以下のようになっている。この他に競馬会会員の任意購入があり、日本レースクラブの会員も持ち馬を池上に出場させている。JRA の資料によると池上競馬初日までに東京競馬会は豪州馬16頭、内国三馬36頭、計52頭を購入した。東京競馬会の1906年度事業、 外境報告書では、抽選馬購入数を、合衆馬10頭、内国産馬31頭の、計41頭としているが、その差については不明である。これら池上競馬場の競争馬の馬種については、ほとんどは不明である。内国産中戦新馬のみは、馬種の記載があるがすべて雑種馬である。池上競馬場以外の競馬場に所属する馬も、出場した。 例えば、池上競馬場内国産1マイルのコースレコードを持つ、しのり1と1、8マイルの記録を持つ花園は、木黒を所属など。騎手は東京競馬会として登録免除を与えた37名が務めた。木黒など他の競馬場所属場の騎手は、それぞれの旧社の騎手が務めている。池上競馬場付北川の旨味どころがメインスタンド。 メインスタンド前以外ではなるべく円形に近い形にしたのは横浜根岸競馬場と同じである。ただしコース中に起伏がある横浜と違い池上の馬場はフラットである。1906年4月に競馬場設置の許可を得た東京競馬会は直ちに池上競馬場の建設に取り掛かり1906年11月完成した池上競馬場は 水田地帯に作ったので、僧路の内外を掘って出た土を、コース上に持って日々ローラーを引いてならし固めて、僧路を整備した。掘った後は掘りになる。内堀は幅七万、外堀は幅二間である。僧路はコース長一マイル、幅十八間半で走行費は十三万五千円の、日本の国家予算は、約五億円主な建築物は、玉座や皇族席、特別会員席、 一等観覧席を設けた一号館と二等観覧席の二号館。旧車は13棟で、収容能力は180棟、観客席は一等二等合わせて6000人ほどの収容人数だったという。建物は会場後にも増築され、1908年には、旨見どころは1から3号館、旧車21棟になっている。会場時は、パドックは設けられていなかったとも言うが、 クラと称する出場準備所で馬を観察することはできた。1908年5月に馬政局長官通達で下見所の設置が必須となり、出走前の県運動が義務になった。可能は明治天皇の臨席を予定してメインスタンドである一号館に玉座を設けた。東側の一号館は1階が208坪、2階は197坪、3階は111 西側2号館は二等客のうまみどころで、開花は284坪、2階二等席は145坪。設計は東京美術学校教授の高田実ミノルで、土台はコンクリート。建物は石材や鉄骨も仮層の一部に使われているが、主に木造である。2号館の西に建てられた3号館も二等席である。路は場時には土のコースだったが、 1907年秋場所からは、コースには、芝も植えられた。池上競馬場馬券売り場の光景。東京朝日新聞1906年11月25日馬券売り場は2号館1階に設けられ、2号館1階等半分は1等席の客用の馬券売り場、2号館1階西半分は2等席用の馬券売り場である。いずれの売り場でも銀行の窓口のような窓口が、 内外両側に30から40も並び、穴場券売り場は外側、柄場券売り場は内側に並んでいた。飲食店も場内に出店した。飲食店は1号館1階に、中央邸、家族、中央邸は洋食を出し、家族会館は料理もビールも一品40銭だったという。2号館側の過月花壇の弁当は1円。当時、巡査の月給が15円。 映画館の入場料は15銭の時代である。場内の飲食店は、質は良いが、あまりに高価なため新聞にも、苦言を提された。場外ではあるが、競馬場からほど近い池上本門寺の門前町に、軒を並べる露店や飲食店も競馬場の客で、賑わったという。場外ではあるが、外作の東北側に貸しさじきも設けている。池上競馬場は11月24日に開催を。 迎えた。鉄道は競馬に合わせて臨時列車を走らせ、満員の観客席には女性客も2から3割を占めたという。場内では音楽隊が演奏した。池上競馬の初開催には東伏見の宮の御子や陸軍の将官たちが姿を見せ、2日目にも多数の献喚が訪れ、3日目は天皇の名城で伏見宮、4日目には北白川宮、国宮、 東国の宮、朝香の宮の各級のほか寺内正武陸軍大臣、松岡康子和郎商務大臣、アメリカ大使など多数の来賓があった。馬券発売を伴う大規模な競馬場を運営する経験を持っていたのは横浜競馬場を運営する日本レースクラブだけだったので東京競馬会池上競馬場では日本レースクラブの支援を受けた。池上競馬場の審判や権利 発馬、検定などの競争役員は、それぞれの係りごとに横浜競馬場から駆けつけてきた外国人担当者が1から2人ずつ加わり指導している。横浜で経験を積んでいた外国人は厳密公平であったという。スターターのトレードウェイは、発馬やり直しのカムバックの叫び声で人気を集め、カムバック先生とあだなされたという。 ババは1906年秋の初開催から1907年春と、臨時場所では土、スタートはスターターが振る赤旗を合図だったが、1907年秋の開催からは芝植え、または、初馬機も取り付けた。初馬機がついたので、カムバック先生と、あだなされたスターターのトレードウェイの、カムバックの叫び声も聞かれなくなったとのこと。池上の初回開催では、競馬場運営を知っている。 日本人が少なく、門番や馬券の発売事務まで、日本レースクラブの外国人の手を借りている。1日に、最大12レースで、数万枚の馬券を扱うために100人近くの人を、雇い、馬券業務を受け負った、外国人は、手数料として、純益の3割を取ったという。池上競馬場の時代は、池上線もメカマ線もバスもタクシーもまだなかった時代であり、 池上競馬場までの交通は、大森駅からの人力車が主だった。大森駅から池上競馬場までの人力車の協定料金は20から25銭だったが、人力車は十分な台数が揃わず、人力車に乗れず仕方なく、大森駅から池上競馬場までの3キロ余りを歩いた者も多数いたとのこと。危険貴婦人には、東京から馬車を仕立てた者もいたが、馬車を用意せず、 大森駅から人力車を予定した、四尺、白尺でも人力車に乗れずに歩いたという。池上競馬開業を好意的に書いている、当日の新聞も、観客の交通の便については苦言を呈した。競馬は予想以上の人気で、東京競馬会の役員や、係員も忙しく、会長の加納も忙しく働き、会長自ら観客の紛失品の世話まで行ったという。安台財門は、 ババ取締役を務めたが、横浜競馬場に習って赤い服を着させられた。明治の男で軍人だった安田は、真っ赤な服を着ることを恥ずかしがり大変に困惑したが、競馬が始まってみると、あまりの忙しさに、恥ずかしさも忘れたという。池上競馬場は、横浜競馬場を模範とし、後に続く、東京周辺の新設競馬場は、池上を模範とし、さらに、 東京以外の競馬場は東京周辺の競馬場を模範とした。池上競馬場メインスタンド風景観客が左胸につけているのは入場券である。入場券は襟のあたりの見やすいところに常に提示しておくように求められていた。馬券発売にあたり政府及び東京競馬会が心配したのは馬券イコール突破によって風気が乱れ柄が悪い空間が生まれることである。 そのため、池上競馬場では競馬を上品な場にするために観客を選別しようと入場料、馬券を高額にした。ドレスコードも設けた。ことに一等席では清掃を求めた。イラストで観客が皆、清掃しているのはそのためである。合わせて、係員の服装にも気を配らせた。15歳未満の子供は入場を禁止した。池上競馬場では、 当初の入場料は一等席が3円、二等席を2円とし、馬券も1枚5円からにしたの映画館の入場料が15銭の時代である。しかし、馬券の賭博規制が問題になり、政府はさらに観客の選別を進めようと1908年2月、すべての競馬場で一等入場料を5円、二等入場料を3円に値上げさせ、1枚5円だった穴馬券も1枚10円に値上げを命じた。 しかしながら、結局は、風紀は、乱れいかがわしい空間が生まれてしまい、馬券は、再禁止されてしまった。池上競馬場のレース風景。1907年記念すべき、池上競馬場の第1回開催は1906年11月24日、25日と12月1日、2日の4日間で、最初から馬券を発売してレースは行われた。それ以降も1907年の春、 秋と臨時開催、1908年の春の5回馬券発売を伴う競馬を行う。池上競馬では各シーズン、2週連続各土日の計4日間ずつ開催した。馬券が最近死された1908年秋は、予定通り開催できずに競馬としては遅い時期の12月に3日間と短縮されて開催されている。 1909年春の池上競馬は開催されず、1908年秋と1909年秋には、馬券発売は、なしで開催され、競馬会の重役は報酬を辞退している。1906年当時、横浜競馬場以外では函館などで、細々と競馬が行われていただけなので、池上競馬場が発足して、すぐには、質の高い競走馬を十分に確保できず、 池上競馬の競争馬の質は極めて雑多だったという。番組編成も不慣れなため適切な番組が組めたとも、言えず、競争は番狂わせが多く、横浜と比較して、後輩等のレースが多かったという。馬券売り上げを増やすために1日に級から10レースも組そのため馬は不足し多くの馬が連日出走した。池上競馬解説をバックアップした陸軍は、 競馬場開設前に試乗して、コースの出来上がりを確かめ、池上競馬に、軍馬、騎兵将校を参加させている。陸軍は優秀な騎兵科士官を選び、軍服姿も凛々しく勇ましい競馬を行ったという。競馬に出場した部隊は、軍馬補充部、この駅兵連隊、騎兵第1連隊、騎兵第13連隊、野戦砲兵第13連隊、騎兵学校などである。軍馬、 軍人は一般の競争に参加したわけではなく、軍馬、軍人の競争が番外レースとして組まれている。軍馬、軍人のレースでは賞金は出さず、その代わり勝利者には鎖付金時計や三つ組の金牌などが送られた。2位の者にも金時計や金牌など、3位の者にも金牌や銀牌などが送られている。陸軍大臣が寄贈した刀剣が、 商品に出されることもあった。賞金は出ないもののタイや自分の名誉がかかっているので参加した将校も真剣であったという。群馬のレースは1場所ごとに4レースを行い、毎日1レースで参加する舞台の関係者も私服で大勢訪れ自分のタイの出場場を応援している。一般レースと同じく馬券も発売されたという。しかしながら競馬のと博性が 如実になっていくにつれ、軍内部でも、競馬への批判の声が出てきたところに、この駅兵連隊と、騎兵第一連隊の間で、競争の勝敗について、トラブルが発生した。それを機に軍人が騎乗する軍馬の競馬は廃止された。池上競馬場のレースでは、距離は短いものでは5、8マイルから長いレースでは1と、1、2マイルで行われ、 平均すると1907年秋では1マイル弱、1907年秋からは1マイルを若干上回っている。1908年1月には馬政局から新馬戦と未勝利戦は3、4マイル以上、新馬戦優勝戦とそれ以外では1マイル以上の距離にするように指示があった池上競馬場では馬主には馬主服を登録させ、騎手は馬主服の着用を義務とした。 バッシュブック登録は、現代の日本中央競馬会と同じである。臨時は、東京官業博覧会記念競馬記念すべき、会場初日の第一レースは、欧州三新馬の競争で13頭立て、距離は3、4マイル1頭賞金350円で、行われ、勝ち時計は1分32秒62である。初日の人気レースは、第4競争の内国三馬のレースで7頭立てで、 行われ距離は3、4マイル一着賞金は400円勝ち、時計は1分35秒47である。金量の単位はポンド。池上競馬場の初回開催では、馬券の発売には、枚数、金額、払い戻し額には一切制限が加えられなかったという。池上競馬場の初開催、1906年秋場所では、横浜競馬場と同じく馬券は、ガラと、 アナの2種類が発売された。ガラは、正式には、ロッタリー方式、あるいはスイープステークス方式馬券と言い,い、馬券を買った時点では、自分の馬券が、どの馬のものかわからない馬券である。馬券購入後にくじ引きで、自分の馬券の番号に対応する馬が決まるのである。つまり、宝くじと馬券を合わせたような馬券と言われる。ガラは馬を研究、検討して買う馬券ではなく、 運任せであるので政府が認めた、馬筆改良の手段あるいは、馬筆の鑑定投票という趣旨からは全く外れる、馬券である。しかも極めて社交性、賭博性が高いとして、池上競馬場の初回開催1回のみで以後は、禁止されてしまう。これは池上ばかりでなくすでに柄馬券が繰り返し、発売されていた横浜でも、禁止となる。柄馬券は1枚10円で発売された。 もう一つは、アナと呼ばれた、パリミチュエル方式で、現代の馬券と同じ方式である。ただし現代の馬券のように、連勝式や副勝式は、なく、単勝式のみである。アナ馬券は、最初1枚5円で発売され、後に1枚10円に、値上げされた。アナ馬券は、競馬目標時代の、全競馬場で採用されていた馬券である。馬券発売に最終政府が恐れたのは、 馬券の賭博性である。そのため、うロンなものを排除しようと入場料を高額に、し、馬券も高額にして、さらに服装もきちんとしているものしか、入場させないようにして誰もが多いそれとは参加できない、方策を取った。柄馬券は1枚10円、穴馬券は1枚5円だが当時公務員の初任給が50円、巡査の月給が15円、酒一升が60銭だった時代である。それでも、 大阪から来たという、ある観客は3000円もの馬券を買い、また株都庁から来た団体は1人当たり300から500円も使うこともあったという。庶民には馬券は高価だったが、しかし庶民から少学ずつ集めて代表して馬券を購入する採取りという商売が現れた。採取の手数料は1割である。採取は事前に馬や騎手を調べておいて情報提供し、 庶民はその情報で賭ける馬を決めた。長屋住まいの女房や、商家の手代なども、採取りの客になった。採取りによる飲み行為も行われていたという。そうして金持ちばかりでなく、庶民にも競馬は広まっていった。池上競馬場の初日、1906年秋の第1日は、招待客約1500人、一等客240人、二等客750人と、 その後の池上競馬からするとやや少なめの観客数でのスタートだったが、それでも穴場券が一万三3 3 6 2枚、売れ売上は六万六千八百十円、柄場券は四千九百八十枚で四万九千八百円、売り、合計で十一万六千七百九十円の売上だった。売上に対して主催者取り分は一割なので、初日一日で東京競馬会は、 馬券から11,679円の利益と、その他にも入場料収入があった計算になる。1906年秋場所4日間では、新聞報道では85万円、安ら財門の改装では96万円の馬券売上だったといい、賞金18,880円など経費を差し引いても大きな利益が出たという。その後の開催では、売上はますます増え、 1908年春場所では4日間の開催で202万円余りの馬券を売り、単純計算で東京競馬会には20万円以上の荒利益が入り、他に入場料収入も2万円以上あった。競馬賞金4万円余りや経費を引いても、4日間の開催1場所だけで池上競馬場の総工費13万5千円に見合う利益が出たものと思われる。 日本中央競馬会1967の P126 には、池上競馬初開催の4日間で売り上げ700から800万、クラブの収入は7から80万とあるが、明らかに桁の間違い。同じ書の P188 では96万円となっており、また当時のマスコミも85万円、安田伊左衛門の文章でも96万円となっている。 明治天皇は馬に関心が深く、また1904年の馬生直上が池上競馬や馬券発売目標のきっかけとなったが、池上競馬場にも明治天皇は関心を持っている。加納は天皇の来場を期待して、馬見どころには玉座を設けた。明治天皇自身の池上競馬観覧こそはなかった。もののなしろを派遣されて池上競馬の様子を聞き、また、 毎回皇族を派遣している。明治天皇は、競馬の目的は、馬の見た目の美しさを求めるものではなく、馬の速力など馬の能力の優劣を競うべしとの考えで、池上競馬の成績表を取り寄せた。1906年11月、加納は、宮内大臣に、御商店の歌詞を要望した。天皇は、池上競馬場の初開催から御商店を貸ししている。 天皇の御商店は、池上競馬場と横浜競馬場では、各開催シーズンごとに合視され、提出御商店競争と名付けられたこの競争は、後の天皇賞へとつながっていった。今日の天皇賞の前身にあたる、提出御商店競争は、池上競馬場では1906年秋、1907年春、秋、1908年春、秋、1909年秋に行われ、 それぞれ距離は1マイル内国産馬限定のレースとして行われた。池上での初となる1906年秋3日目の提出5商店競争は内国産馬第1レースで7等立て。1着は12歳の雑種馬のカツラが勝ち、天皇菓市の銀星下生鉢と賞金400円を得た。1マイルの勝ち時計は2分7秒35。1907年春の池上競馬提出5商店。 競争は3日目の内国三馬、第2レースで6歳ボバの花園が1分56秒63で勝利し、同年の秋2日目第8競争後頭立てでは、方円が2分04秒の時計で勝利し、5勝点を獲得、1908年春の池上競馬提出、5勝点競争は2日目の内国三馬第1レースで7歳ボバの水点が1分52秒71で勝った。 1908年秋は2日目内国三馬第1レースが提出後焦点競争で勝ち馬は福園時計は1分58秒48。1909年秋は2日目に行われ裏川が勝っている。本節では馬の年齢の表記に関して旧表記により記述している。このため本節で7歳といった場合2001年以降の表記では6歳に相当する。 詳しくは、バレエ日本における、バレエ表記を参照。1905年12月の東京競馬会への、馬券目標の内達により、1906年11月馬券発売を伴った第一回池上競馬が開催されるが、これより、先、1906年4月、馬券発売に肯定的な雰囲気が醸成される中で、関八州地区主催で、上野市のバ池で、 赤八州競馬大会が開催された。この時点では馬券は目標されておらず、赤八州競馬大会では公式には馬券は発売されていないが、実際には闇での賭けは盛んに行われていたという。また、赤八州競馬大会が行われた上野には庶民が多く詰めかけ大変な盛況だったという。この他にも闇で競馬を行う者が日本各地で続出し、 これを見て1906年10月と12月、馬政局は許可された法人にあらざる競馬会の取締り通達を発し、馬券発売目標する公益法人の規則を明治39年12月10日閣例第10号で定めた。政府が定めた馬券発売を目標される公益法人の認可要件として、競馬開催に必要な建物と1マイル以上の 専用の馬場を持つこと、毎年2回以上競馬を行い、競争馬は明け4歳以上とし、競馬会は毎年新馬を購入することと常用金の一部を馬参照令に使うことを義務とした馬券は横浜で既に採用されている方法以外の馬券は禁止するなどとされた。池上競馬場を運営する東京競馬会に馬券発売を伴う競馬の開催が許可されたのを見て、 川崎でも競馬開設率の動きがあり、1906年9月には川崎競馬場を予定する京浜競馬クラブも許可を受けた。明治39年12月10日閣例第10号での馬券目標法人の規定や、1906年10月及び12月の馬政局長官の許可された法人以外の馬券禁止通達及び池上競馬第1回の成功を見て全国に 公益法人設立の動きが加速する。池上競馬を見て、馬券発売を伴う競馬が利益の上がることだと明らかになり、全国で1907年初めで70以上、1908年初めまでに200以上もの団体が競馬開催を目的とした法人許可申請を出す。先行して馬券発売を目許され、 馬券目標時代にはこれら15の競馬場が許可を得た。開催順としては1906年秋に、横浜、池上、1907年春に、川崎、松戸、1907年秋に、目黒、函館、関西、宮崎、1908年春に、札幌、板橋、鳴尾、京都、小倉、新潟で競馬は開催された。 横浜と池上以外の13カ所の競馬場はトンネル会社を作って利益確保に奔走した。公益法人である競馬会は表向きは利益を自由にできないので何々馬質改良会社といった名称の競馬場所有会社を作り競馬実施にあたって高額な競馬場賃借料を払うという形で自由に処分できる利益を得たわけである。 もちろん各地の競馬会と何々馬筆改良会社といった名称の競馬場所有会社の役員は重複している。池上競馬場を運営する東京競馬会と横。明治の日本では一切の賭博は禁止され、わずかに横浜でのみ、例外的に馬券が売られている状況で、一気に全国で無制限の馬券を伴う競馬が開催され、出したのである。それまでは、 非合法なものでしかなかった賭博を公然と行えるようになった日本人は一気に賭博の興奮と熱狂に包まれていった。仕事を放り出して競馬場に通い詰める者が続出し、身の丈を超えて多額の馬券を買って破産し娘を売る者、店の金に手をつける者、泥棒に及ぶ者、競馬で財産を失って首を吊る者が現れた。 競馬場側も金儲けに走り、粗雑な運営でクレームが続出し観客が暴れる騒動が頻発する。審判や発売なども不手際が多く観客の騒ぎになることもあり、競争で800兆すら行われ、それを嗅ぎ取った観客がやはり暴れるといった騒ぎが続出した。特に営利目的が露骨で粗末な設備と運営が行われた松戸競馬場では、 競馬場側が配当をごまかすなどの不正な行為を行い、抗議する観客のクレームをヤクザを雇って封殺するなどということにまで及んだ。ナルオでは競馬界の内紛や詐欺などが発覚した。そもそも競馬場の許可自体にも増収愛の噂すら立った。各競馬場の模範たるべしと期待された池上競馬場でも払い戻しにおける紛争が起きている。政府は バ当タリ、可能や一部の政治家、官僚は、馬筆改良のために馬券を伴う、競馬開催は必要だと訴えるが馬券への世論の、風当たりは強く、1908年10月、政府は馬券を禁止した。馬券の禁止に、東京競馬会を含む各地の競馬会は動揺し、開催を延期した。延期して開催された池上競馬場の1九0年秋場所は、競馬としては、 遅い時期の12月18、19、22日間と日程も短縮して行われた。馬券を発売しない競馬は観客から速ぽを向かれ、秋場所初日は1等入場券が5枚、2等入場券が7枚しか売れず、招待客を入れても競馬場は看護庁が泣いた。馬券収入がなくなったので、賞金額も前場所の42000万2千円余りから2500円へと激減した。 馬券が禁止された直後の1908年秋の池上競馬には政府から補助金が2万5千円が出された。ほか各地の競馬会にも補助金は出されたが競馬の運営に2万5千円程度では到底足りる金額ではなかった。そのため全国の競馬関係者は一斉に馬券復活運動に立ち上がる。補助金による競馬ではなく馬券を売る競馬を求める。 各競馬会は明治42年春場所は開催しなかった。国会が開かれていた東京に全国から競馬関係者が集合し政府に馬券復活の請願活動を行う。この運動は激しくついに1909年春の衆議院では議員立法で提出された馬券を認める法案が通過した。しかし政府と貴族院の抵抗は強く貴族院の反対によって 結局は、馬券禁止は、覆ることはなかった。この後の日本競馬は、政府の補助金によって行われる、補助金競馬時代に移行するの競馬法成立を待たなければならなかった。1909年春の開催を諦めていった、馬券復活運動は実らず、補助金競馬時代に移行した同年秋に3日間、開催したのが、結果的には、池上競馬場の最終回となった。 競馬が世論の手段の的になり、政府は馬券を禁止するだけではなく、同一地方に複数の競馬団体や利益の抜け穴となるトンネル会社の存在を認めない、方針を取った。1909年春、政府は東京競馬会、日本競馬会、京浜競馬クラブ、東京女系クラブ、総武競馬会の5社を予備合同を促した。総武競馬会のみはこれに従わなかったが、 総武競馬会を除く4つの競馬会は1909年に合同する仮契約を結んだ。合同して新設される東京競馬クラブは各競馬会の資産を総額160万円余りで購入し、政府は東京競馬クラブに20年間毎年8万円余りの補助金を交付することに決めた。東京競馬会、日本競馬会、京浜競馬クラブ、 東京女系クラブの4つが合同してできた東京競馬クラブは1910年6月地形や交通の便から目黒競馬場を使用することに決め池上競馬場は廃止された池上競馬場の造成に伴って周辺の道路の拡幅など交通の整備も行われた池上競馬場閉鎖後の跡地一帯は後に分譲され現在は住宅地となっている その分場地の一角には、競馬場にちなんで、特持ちポニー公園が設けられており、その敷地には、かつての池上競馬場についてのモニュメントが設置されている。東京競馬会からの申請書、報告書、決算書類、政府や関係団体から東京競馬会に宛てた許可書、命令書や紹介、各種の手紙、関係法令、池上競馬場に関する新聞報道など、 東京競馬会と池上競馬場に関する資料は東京競馬会及び東京競馬クラブ市1941が掲載している。日本競馬市1967も一部資料は掲載している。池上競馬場が切り開いた馬券目標時代の政治的、文化的な面からの研究には立川1991などがある。ありがとうございます。